すいません、ちょっと時間遅れましたが、定例会見を始めさせていただきます。と先ほど、国会議員団とおよび統一会派の会議をさせていただきました。で、冒頭代表からご挨拶がありましたが、教育無償化を実現する会さんとの統一会派が今国会からスタートいたします。あの役員会にはですね、あの両党の取り決めの 中で我が党のその意思決定の、まあ、会議体をですねベースとして、両党のすり合わせもしていこうということで、各カウンターパートに、それぞれの会議に入ってもらうというそういう流れで進めていくということを合意しておりまして、統一会派の役員会という扱いで今日は前原代表それから徳永幹事長にも入っていただいて進めていくと。でそれぞれ国対委員長役員国対役員会や政調役員会にもカウンターパートが入ってもらうという運用になります。今国会から統一会派で衆議院は45名参議院は21名という形でスタートをさせていただきます。それからあの予算委員会は今日前原代表にも立っていただきまして、それからうちは早坂議員そして柴田参議院議員が参議院の方は立つということになります。教育無償化を実現する会さんとのまず取り組みとしては政策懇談会を定期的にやっていこうということで、両党のまあ合意事項でもあります教育の無償化、それから前原さんからもご提案があったオールフォーオール、まあ、税や社会保障ですね、そういった領域、それから労働法制、この3点についてを重点的にですね、一つの座組で、共同座長に両代表に入っていただき、政調会長に両事務局長という形で進める予定にしております。第1回は明日の1月25日の15時からという形で、メディアの皆さんも冒頭入っていただけるという形で進めたいと思います。それから、週末はですね、21の日曜日と月曜日に馬場代表をはじめ代表室のメンバーで石川県入りをさせていただきました。まあ、現地のことをいろいろ見聞きして、そして現地のに寄り添って、しっかりと政策提言までつなげていくということをやっていきたいということと、代表からは、まあ、これからが復興には一番大事な時期になってくるということで、さまざまな動きをつけていきたいということであります。でその一環といたしまして、立憲民主党国民民主党さんとの共同で被災者生活再建支援 法の改正案を提出をするということで、この内容としては支援金の増額ですね、それから国庫負担金の国庫補助の割合を上げようというこの法案を26日の冒頭提出予定で今調整をしております。与党も同意できるところがあると思いますので、与党の動きと、まあ、協議があればですね、それはまた対応変わると思いますが、引き続き被災者の皆さんに寄り添い、そして現実に合った法案提出という形で、進めていきたいというふうに考えております。関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。今日の集中審議ですけれども、まあ、統一会派を組んだばかりの前原代表が質疑いたしました。前原さんにこう立ってもらった維新としてのなんか理由というか、こういうことを期待したというものを教えていただきたいのと、実際 の質疑の様子をご覧になってどういうふうな感想を持たれたか教えてください。ありがとうございます。私も前原代表の質疑を少し拝見させていただきましたが、さすがキャリアの長い、そして落ち着いた非常に身のある質の高い質疑であったというふうに勉強させていただきました。我々としてもですね、今国会から両党がある種の心合わせをあまり焦らずにですね、こうしっかりと信頼関係を深めていく、まあ、そのスタートをこの国会から切るわけでありますから、まあ、ぜひともですね、この最初の国会前の閉中審査ではありますけれども、せっかくの機会でありますから、ぜひ前原さんにということを国対の方から投げかけさせていただいて、少し向こうもですね、せっかくの貴重な場ですから、いいんでしょうかという、まあ、そういう遠慮のお声もあったと聞いてますが、いやぜひともやってくださいという思いでですね、まあ、この統一会派がスタートする、まあ、一つのお披露目にもなったんじゃないかなというふうに思いますから、非常にいいスタートが切れたというふうに考えています。